採用か。こういう提案は初めてじゃ。まあわらわを呼んだ度胸を高く買って当分は遊んでやろう。良い景色じゃな。とりあえず合格じゃ。さあ早くわらわの前に楽しめるものを持ってくるのじゃ。わらわの仕事？世の中が回っている様を鑑賞することじゃ。わらわはそなたのように辛い運命を背負ったものが好きなのじゃ。アリどもが繰り広げる地上劇より楽しい見せ物はそうそうないのじゃ。さあ、わかったなら早くリモコンを捧げよ。隠し子とか愛人とかいないのか。朝ドラの社長はみんな 2,3 人くらい連れているのだが、テレビはどこじゃ。なんじゃと、わらわに働けじゃと、冒涜であるぞ。ふん、次はないのじゃ。ふんふん、弱い者をいじめるのはわらわの好みではないのじゃが、これが本物の力というものじゃ。これが敗北というものか。なかなか面白いな。毒のじゃ、見えないであろう。わらわが出るまでもないじゃろ。一度もらった供物に返品などないのじゃ。望むなら真面目に戦ってやろう。力が増したな。これでは反則じゃろ。限界？そんなものはそなたたちのようにか弱い存在が持つ概念じゃ。ほう、どんな背徳的で破滅的なことが起こるか興味津々じゃ。これが交渉というものか。なかなかじゃったぞ。このようなケチくささもそなたの運命なのじゃろう。もうよい、ドラマの残りを見に行く。